どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスバイマイル 100% ボーナスマイルキャンペーンが来ておりますので、こちらのね解説やっていきたいというふうに思います。ANA のね特典航空券をお得にね発券することができるということで、人気のねユナイテッド航空のマイレージプラスなんですけども、先日動画ね解説出させていただきましたけども、 ANA のねコードシェア便であるスターフライヤーとかですね、アイベックスエアラインとかですね、こちらが発券ねすることができなくなってしまったんですけども、まだね動画にはできてないんですけども、個人的にはですね、先日ねユナイテッド航空のマイレージプラスね利用させていただいて、大阪からね羽田帰ってきたわけなんですけども、まだねお得に利用できるかなというふうに思っております。でですね、今回のキャンペーンなんですけども、かなりね期間短いですので、この動画見られたらですね、できるだけね決断早くねしていただけたらなというふうに思っております。期間はですね、2020年の11月の27日の23時59分、こちらねアメリカ時間というふうになっておりまして、日本時間だと28日の13時59分までというふうになっております。ですけども、まあギリギリでね購入するというのはね、あんまりねお勧めできませんので、まあ、できればですね27日中にですね購入していただければなというふうに思います。でですね、ボーナス分に関しては 100% ということで、購入したねマイルが、まあ、そのままね同じマイル数がね付与されるっていった形になっております。でですね、最低購入マイルに関しては 100% ボーナスをね受けるには 3万5000マイル以上ね購入することが必要っていうふうになっております。ですので、3万5000マイル未満ね購入するとですね、こちら 100% ボーナスねつかないっていった形になりますんで、この点はね注意していただけたらなというふうに思います。でですね、積算時期に関しては購入後48時間以内に付与されるっていった形になっております。でですね、公式サイトね行くとですね、なぜか 85% バイマイルってね記載されてるんですよね。私もねそうなっておりまして、こちらね次のページに行くと 100% ボーナスマイルキャンペーンにね切り替わるっていった形になっておりますんで、まあ、これねちょっと表示が間違っているのかなというふうに思うわけなんですけども、トップページ見てね 85% って見て、あのテンション下がらないようにねしていただけたらなというふうに思います。それでは次にですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの基本情報に関してなんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスに関しては、特典航空券がですね誰にでも発券することが可能っていった形になっております。 ANA とかね JAL の場合はですね、親族ではないと利用できないっていうね制限があったりするわけなんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスで発券するとですね、 ANA のね特典航空券発券することができるわけなんですけども、お友達とね一緒に行ったりとかね、そんな感じでも利用することができるっていった形になっております。またですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、マイルの有効期限っていうのがねありませんので、失効することがねないっていった形になっております。でですね、必要マイル数に関してはですね、羽田福岡とか羽田札幌、またですね大阪那覇とか大阪札幌とかね、そういうね距離が800マイル以内の場合はですね、5500マイルでね発券することができるっていった形になっております。またですね、羽田から沖縄路線ですね、こちらだと距離がね801マイル以上っていう風になりますんで、9000マイルでね発券することができるっていった形になっております。 ANA のね特典航空券で発券すると、7500マイル区間であってもですね、こちら5500マイルでね発券することができることがね結構多いので、 ANA マイルの国内線を ANA マイルで発券するよりもですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスで ANA のね特典航空券を発券した方がお得になるっていった感じになっております。またですね、一番ねお勧めしたいのはですね、伊丹空港が拠点の方ですね。伊丹空港に関してはですね、距離にして800マイル区間のねエリアにですね、沖縄であったり札幌とか福岡全部ね入っているっていった形になりますんで、そうなるとですね、この3つの都市全部ね5500マイルで片道ね発見することができるっていった形になっておりますんで、伊丹空港がねメインの方っていうのはこのマイレージプラスねかなりねおすすめっていう風になっております。それでは次にですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスだと経由便っていうのもね利用することができるんですよね。先日ね私もこちらね利用させていただいて、伊丹空港から羽田にね帰ってきたわけなんですけども、伊丹から鹿児島を経由して羽田
ていうね路線をね利用させていただいて、経由便っていうのも同マイル数で利用することができるんですよね。まあ、飛行機がね好きな方で飛行機たくさん乗りたい方、もしくはですねステータス持たれている方で各空港のねラウンジとかをね巡りたいっていう方はですね、かなりおすすめなんですよね。でですね、今度ね私東京からね福岡ね行こうかなというふうに思っているわけなんですけども、東京羽田からですね福岡の路線ね検索するとこんな感じでね出てくるっていう形になっておりまして、東京から福岡路線なんですけども、1回の乗り継ぎが21時間35分って書いてありますよね。羽田14時半に出発して沖縄にね17時25分にね到着するわけなんですけども、次にね到着するのはですねこちら翌日なんですよね。翌日の10時25分に出発して福岡にね12時5分にね到着するっていった便になっておりまして、こちらね1日またいでるみたいな感じになりますよね。まあ、こういうねすごい長い時間の乗り継ぎのね便もね利用することができるっていった形になってるんですよね。まあ、ここまでね乗り継ぎ時間が長いとですね、まあ、今回ねこちらの路線だと経由してるのは沖縄っていう風になるわけなんですけども、かなりね沖縄楽しめちゃいますよね、ここまで長いと。まあ、こういった感じもですね利用することができるんですよね。こういう路線もですね同マイル数でですね利用することができるっていった形になっておりますんで、まあ、この点もねかなりねユナイテッド航空の、ね、マイレージプラスおすすめっていった感じになるんですよね。またですね先日私ね連休で帰り道ね利用させていただいたわけなんですけども、 ANA の特典航空券ねもちろん満席なんですよね。もう朝から夜までね満席、まあ、一部空いてたかな、本当に6時台とかねそういう本当のガチの早朝の時間帯確か1席2席ぐらいね、さすがにその便って厳しいじゃないですか、取れないなと思ってたんですけども、このユナイテッド航空のねマイレージプラスであれば空きがねあったっていった形になりますんで、やはりね ANA の特典航空券は埋まるのが早いわけなんですけども、このユナイテッド航空のねマイレージプラスで取る ANA の特典航空券に関してはですね結構ね空きが直前までねあるっていった形になりますんで、私もね前日に行検させていただいたっていった形になりますので、特にね連休とかね繁忙期とかそういうね人が動く時にですね利用されることが多い方はですね、またこちらねおすすめな理由の一つになるかなっていうふうに思います。でですね今回この例をね紹介させていただきましたけども、私もですね福岡ね近々行こうというふうに思っておりまして、まあ、私の場合はエポスゴールドクレジットカードを JQ エポスゴールドクレジットカードにね切り替えをしに福岡にね行くわけなんですけども、このね沖縄経由便でねちょっとね行きたいなというふうに思ってるんですよね。またねせっかく沖縄に行くのであればですねちょっとヒルトンホテルもね宿泊してみたいななんて思ってる感じなんですよね。でですねこの乗り継ぎね長い時間のフライトに関してはどのようにね探すのかっていう話なんですけども、またね発見自体はまたね動画作ろうかなというふうに思っているわけなんですけども、簡単に紹介するとですね路線をね入れて検索した後のね画面なんですけども、こちらの真ん中の方にですね路線がババって出てくるかと思うんですけども、エコノミービジネスセーバー特典ビジネスエブリー特典ってね、並んでるというふうに思うわけなんですけども、そちらの左側の方に行くとですね出発時刻到着時刻乗り継ぎ回数所要時間っていった形で項目がね並んでるかなというふうに思うわけなんですけども、所要時間っていうのをねクリックしていただくと、もともとはね直行便であったりとか搭乗時間が短いねフライトが並んでるっていった形になるんですけども、クリックしていただくと所要時間が長いねフライトが出てくるっていった形になりますんで、もしねこういう感じのフライト利用してみたいという方はですねこのように検索ねしてみていただけたらなというふうに思います。またですねこのユナイテッド航空のマイレージプラスに関してはですね ANA 側ではね発見できない半年以上先のですね国内線の特典航空券ね発見することができるっていった形になってるんですよね。おそらくこちらは、まあくまで予想ですけども国際線のね扱いになっているのかなっていうふうに思っているんですけども、 ANA マイルを使った ANA 特典航空券でね発見できない期間であってもですねユナイテッド航空のマイレージプラスであればですねこちらね発見することができるっていった形になってるんですよね。
またですね、特典航空券の発券自体はですね、発券日当日からですね、20日間以内の場合はですね、緊急発券手数料ということで、必要マイル数がね、500マイルアップするといった形になるんですよね。この点はね、覚えておいていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、まあ500マイルですからね、まあそこまでね、気にならないかなというふうに思うわけなんですけども、緊急発券手数料500マイルね、払いたくないよっていう方はですね、20日以上前にね、予約することをお勧めします。またですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスの強みに関しては、数日前からですね、最悪当日発券もね、できるっていう点もですね、かなり強みかなというふうに思っております。それでは次に変更キャンセルについてなんですけども、搭乗60日以上前なら75ドル、搭乗60日以内だとですね、125ドルがね、かかるっていった形になっておりますんで、変更キャンセルに関してはですね、特にね、注意していただきたいなというふうに思います。またですね、発券後24時間以内であればですね、こちら無料っていった形になっております。またですね、国際線はですね、必要マイル数がねすごく多くなるっていう傾向がありますんで、基本的にはねあんまりおすすめではないんですけども、燃油サーチャージがねかからないっていった形になっておりますんで、この点はね強みかなというふうに思っております。それではですね、実際のね価格を試算ねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回のキャンペーンでは 100% ボーナスマイルを受けるには 35,000 マイル以上ね購入しなければいけないっていうふうになっておりますんで、 35,000 マイルでね試算していきたいなというふうに思います。 35,000 マイル購入するとですね、100% ボーナスがつくというふうになりますので、合計7万マイルがね獲得できるといった形になっております。こちらね、購入金額は139,297円というふうになりますので、1マイルの単価としてはですね 1.98 円ぐらいになるといった形になっております。一般的にはですね、マイルの単価に関しては2円くらいっていうふうに言われておりますんで、まあ2円をね切っているっていった形になりますんで、購入検討されている方に関してはですね、おすすめかなっていうふうに思っております。7万マイルあればですね、東京、福岡、札幌とかね、そういう路線であれば片道13回ね利用することができるっていった形になっておりますし、往復であればですね6回利用できるっていった形になりますんで、ご夫婦の方であったりとかですね、パートナーの方と利用するならですね、3往復分ね利用することができるっていった形になりますんで、まあ、悪くないのかなというふうに思います。まあ、ちなみにですね、東京福岡でね検索して、こちらね来年の3月のね土日で計算したんですけども、スーパーバリューのね一番安い金額でね取ろうとした場合であってもですね、1人往復 39,700 円っていった形になりますんで、まあ大体ね1人約4万円かかるというふうになりますんで、まあ、これがねお二人であればね8万円かかってくるっていった形になりますんで、もしね優勝で乗るのをね予定されているのであれば、ユナイテッド航空のマイレージプラスを事前に購入しておいてもですね、失効することがないっていった形になりますんで、お得にね利用できるかなというふうに思っております。最後にですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスをね購入する場合なんですけども、こちらね結構紹介させていただいているアメリカのねポイントサイトトップキャッシュバックを経由すると 2.5% の、ね、還元が受けられるっていった形になっております。ですので、ね、購入検討されている方はですね、こちらね経由していただくだけで 2.5% の、ね、還元が受けられるっていった形になりますし、このトップキャッシュバックに関してはですね、この溜まったキャッシュバックされたねお金に関しては PayPal ってありますよね、 PayPal を通して日本の銀行にね出金することも可能ですし、まあ、そのまま残高としてですね利用することもできるっていった形になりますので、購入するのであればですね、こちらね経由して購入した方がねお得に利用できるかなというふうに思います。でですね、利用方法に関してはですね、こちらの動画の概要欄にね公式サイトね載せておきますので、そちらからね入っていただいて、検索バーですね、ポイント .com ってね検索していただくと、ポイント .com がね出てくるっていった形になるわけなんですけども、そちらをねクリックしていただくと、次にねユナイテッド航空のね選択出てくるっていった形になりますんで、こちらを経由して購入していただくっていった形になっております。まあね、ただ経由してね購入するだけっていう風になりますので、まあねもらえないよりかはですね、微々たるものですけども、もらっといた方が
ねいいかなというふうに思いますので、ぜひね活用していただけたらなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねユナイテッド航空のマイレージプラスのねバイマイル 100% ボーナスマイルキャンペーンについて解説させていただきましたけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラス実際にね利用させていただいて、その感想としてはですね、やはりね経由便が楽しめるってねかなりいいかなというふうに個人的には思います。まあ、もちろんねそれを入れた上でのね旅行っていう風にはなるわけなんですけども、いろんなね空港を利用したりとかですね、飛行機ねたくさん乗りたいっていう方はですねかなりね楽しめるかなって個人的には思っております。またね先ほども言いましたけども、ラウンジねいろんな空港のラウンジをね楽しみたいっていう方もですね中にはねいらっしゃると思いますし、まあ見てみたいって方もね結構多いと思うんですよね。ですんでまあこういう方であればですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスねお得にね利用できるかなというふうに思っておりますんで、もしね購入検討されている方はですね、今回 100% ボーナスマイルというふうになりますんで、お得にね利用できるかなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますんでフォローチェックしたいけどとても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ALA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいてますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。